まあこう、まあ、いわゆる動乱ね塗って肌の色をねまず整えて、まずはこうパッパッパッと、本当はあのスポンジ使った方がいいんだけど、今回はあえて簡単なね、これで整えたら、まあ、まず眉だよね。眉も通常より濃いめ、舞台はだいたい、まあ、俺今髪明るいんでちょっと濃いめにしてますけど、濃いめにして、それでアイライナーいきますかね。今通常これね、顔これいつも通りの顔で、アイライナーをこのまず目尻ちょっと上の方から目の内側までずっとこうやってまず引いてあげる。本当はここのねギリギリまでこうやって入れるんだけど、今日はあのそこまでしっかりメイクじゃないから上だけね、ちょっと目がこっちキリッとしたでしょ。今度内側ね、まあ女性の方はこれ別に見てもいつも通りやってるやつなんだろうけど、まあ一応男の人でもちょんってこうつけてあげると、こっち何もやってないお茶メイク終わりね。これでまあ目が完成で、こうやって見るとちょっとしっかりアイメイクしてるように見える。これが客席の距離と舞台で行くとこれぐらいが実は自然で、ちなみに今日はもうしないけど、例えばこのね、眉かきこの辺ねにこうね、鼻筋この眉毛の付け根、目のこの柔らかいところと硬いところの間ぐらいね、この辺からピッとこうねまっすぐ線を入れる。ここにスッとこう、この線をちょっとこうまあ伸ばしてあげて、ここに鼻筋の影をつけてあげる。ここね、今ここに影が入ったから、ここの目と鼻が高く見える。基本的に前川家は鼻は高いんで、これすると鼻が目立ちすぎる。でここにほら影入ってるの分かるでしょ、ここに暗く、こうするといろいろ彫りが深く見える。で鼻筋もこう通って見えるから、ここまでやると完成。これでだいたい薄めの舞台化粧でこれくらいです。これがもっと時代劇とかになるともうこれを変えるだけ、もっとこうバーってやったやつを、例えばここにこれぐらいこう入れちゃう、こんぐらい、こんぐらいの濃さでこうやって入れるとこんぐらいまで黒くする。今ちょっと眉毛がね脱色して薄いんであんまり分かりづらいかもしれない。舞台メイクでございます。はい、だからよく楽屋に遊びに来た人たちが言うのが、そんなお化粧濃いのってみんな言うけど、客席で見てた人たちは言われたことがない。ちょっと派手めぐらいが歌の時とお芝居の時の違いでございます。じゃあ江藤さんのメイクもいきましょう。お化粧地メイクのやり方を教えますんで、結構出ますよそれ。まず鼻からですね、鼻に縦にシュッと、そう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 、本当はあのスポンジで塗った方が早いんですけど、はい、でもバババでいいです。鼻全体に塗って、ああ まずこうやって、はい、でちょっと薄めでいいんで、で今度目の下から、はい、このほっぺた全体にちょっとこう、そう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 、ちょっとまずクマで、あとああほっぺたのサイドにシミがあるところを、ああその上にちょっと重点的にやってる赤い部分あるじゃないですか、ほっぺたの、うんうん、この赤い部分と白くなってる部分の間に入れてあげて、ちょっとその間をぼかして、そうそうそう、その辺をそうやって入れてあげると、もうちょっと上もですね。でそれぐらい消すのを反対側も。もう違うな、なんかだいぶ消えますよ。ツヤツヤになるね。ああつけすぎたー。あとはひげですね。鼻ひげ。うわ。で横にちょん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 ってやって横に伸ばして。そうねこれね。やっぱひげ剃ったっつったってね。だいぶそれで違います、ね。うん。口のここです。ここ。ここの真ん中が赤くなるって男の人は、ね、ほんとほんと赤いところを消してやる。ああ赤消しやな。はい、で、うん、あとは眉毛ですね。うん、眉毛ちょっと早い。あ、眉毛に関しては自分でできないけど、眉毛はこの根元から、舞台の時は根元からちょっとこうやって入れてあげて、こっから始まりますよ見せてあげて、端っこまでこう入れてあげる。とにかくね根元なんですよ、うん、重要なのは。ああ、お
始まりがあるから全然違う。とりあえず後ろから見てもここが眉毛だよが分かれば、うんうん、そしたら今度はアイライナーです。アイライナー、ほんのちょっとだけこういう目、あの目開いてるようで閉じる、そう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 、アイライナーはね疲れたがってないです。俺息してなかったわ。俺の中で違和感があるけどね。いや、あるんですよ、これ普通はね。ああ、まあ、こう自分としてはね、うん、キリッとね。OK です、これでここから、ごめんなさい、ちょっと気持ち悪いと思うんですけど、書いてるこっちはもっと気持ち悪いんだろう。おい、ありがたい、なんか言うな、難しい。はい、これで、うん、今度は、うん、これ書けたけど、ここが一番愛藤さんのジュース。今年鼻低いしな。そうなんですよ、鼻めっちゃ低いから。はっきりな、鼻がすっげー低いんで、ちょっとここを高く見せる。ちょっとお、高い鼻が。そうなんですよ、これでね、鼻が高く見えるんですよ。これを江藤さんは一番やった方がいい。のっぺり顔だからな。のっぺり顔なんでね、後ろから見ると鼻ないみたいに多分見えてるの、お客さんからすると。少しはカバーせんかいな。ほら鼻が高くなるでしょ、ここの影が入ると。鼻高っ。そうなんですよ。やったら鼻高っ。最後にここにこうやって入れてあげると、これでだいぶ一気に影ができるんで、でこれがあの外国人こうやって見るとなんか違和感あるじゃないですか、自分の顔、まあ、ちょこっとね、この距離で見ちゃうとね。だけど客席から見るとこれがちょうどいいぐらいです。ほんでは、ヒロくんパキッと顔してるやん。ヒロくんめっちゃパキッと顔しました。もともとパキッと顔だけど、やっぱちゃんと舞台メイクすると、そうね、三階席の後ろもいるんだもんね。そうですそうです。その時に顔が分かんないとだとぼやけてるもんね。こんくらいだと、うん、いやほんとほんと、はい、はい、ありがとうございました。いいと思います。なんか気持ちも入りました。めっちゃいいっすよ。本当めっちゃいいっす、めっちゃいいっす。いざ舞台。もう江藤さんあれなんですね、これ江藤さんのサインね、ダブルエンジン、なんかちょっと変えて、大分、温泉のマーク書いてある。この前までは、旅好きって書いてある。この前までは、惚れてまうよ。惚れてまうよ。どんどんその時、旬なものに移行していく。いや、ほらほら。今はだから、そうですね。いや、旅好きより大分ってことですよね。ってことですよね。ことか。ですよね。あ、そもそもそういうことだと思うんです。だってしかも見てくださいよ。いつも旅好きの T シャツとか着てるのに、今日。旅好きじゃないですもん。前川清志本体になってるから。おお。やっぱもう旅好きがそろそろ優先順位は変わってきてるでしょうね。多分。じゃあ締めさせて。おいおい。ごめんなさい。締めれるか、もうその。二人きりにしようかなと思って。締めれるか。ピーと二人きり。旅好きピーと。いやー、ほらほらほら。ほら江藤の旅嫌いスタート。けじめ責任、そうそうそう、だから早く早く、嘘やろ。ちょっと待って、ちょっと待ってください。いや本当にこうして久しぶりの博多座さんでございます。なんちゃってそうやっていなくなった君に向けて言葉探してる。いないんだって分かってる、分かってる。この道ずっと行けばどんな人に出会えるんだろう。下り坂や別れ道も明日になれば思い出さ。しまうのかい、バイバイ。僕を見てこの細胞を奪めてもいいから、ララララ。出会いの数何かなら、旅って人生のようだね。ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございました。よろしければなんだっけチャンネル登録、あ、チャンネル登録チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そして公式のインスタグラム、ツイッターのフォローもぜひともよろしくお願いします。じゃあね、チャンネル登録というのか